変にね、動画編集稼げるっていう発信者が多すぎんのよ。見てきた身としては営業部なんてマジで関係ないし、サンプル動画とかの質上げたところでマジで関係ないのよ。はい、どうもです。今回は動画編集キャンプ教務部長の上野優作君に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうやら優作君から何か相談があるということで。はい、ちょっと相談があってきたんですけど、今結構動画編集とかで独立した人とか、副業として始めた人って多いと思うんですけど、でもその人の話とか結構聞いたりとか、自分もいろいろな人も教えてきたりしていると、結構みんな苦労してるなっていうのを聞いてて、自分自身も駆け出しで動画編集者としてやってきて、最初の頃とかはすごい苦労して泣きそうになったりとかそういう経験もあったんですけど、動画編集者として稼いでいくことってこんなに苦労しなきゃいけないことなのかなというか、そういう茨の道を進んでいくのしかないのかなっていうのちょっと最近問題かなって自分で思って相談したいんですね。それは苦労するよ苦労すんだよ。そんなね、楽して稼げるものなんてないから。楽して稼げるものっていうのは必ずやっぱ何かがおかしいし、本当に楽して稼げるんであれば人がガーって慣れ込んできてライバルが増えて普通に苦労するレベルに標準化していくと思うのね。競争が激化して、ある種動画編集はそういう側面があって、ガーって人がなだれ込んできて雑魚でも楽に稼げる状況ではなくなったっていう印象。ただ苦労したら雑魚でも頑張れば稼げるっていう状態ではある。じゃあ他何がいけるの？プログラミング、デザイン、ライティングってなったら、そっちはもう市場が成熟しちゃってて雑魚はどんだけ頑張っても稼げないっていう感じなんだけど、動画編集っていうのは雑魚でも努力すれば稼げるっていう状態だから、まだ動画編集美味しいなっていうふうに思ってるし、実際発注サイドからしてみると本当需要100に対して供給1みたいな圧倒的需要型だから、しゃーないからこの編集者ちょっと変だけども作業者として入れとくかっていう決定ってめっちゃ多いのよ。こんなに人材確保に困ることはないのね。 SEO の仕事もしてるし、デザインの仕事もしてるし、開発の仕事も全部いろいろ見てきた上で、じゃあ他で何が簡単なのっていう、そのウェブマーケのっていうと、相対的に動画編集が一番簡単であることは間違いないなっていうふうに思う。そうですね、側近性とか市場への出やすさで言うと確かに朝の言う通りだと思うんですけど、周り見てると今よく言われてる低単価の問題とかあるじゃないですか。最初そこからみんな入って、そこですごい苦労して挫折しちゃう人とかが多いなっていうイメージがあって、自分的には一人でも多くの人が動画編集でまともに稼いでいってほしいなって思うので、前から低単価問題っていうのあったんですか？低単価問題は別に俺が参入した4年前からあったし、俺も苦しいんだから。最近低単価になったのかなと思ってたけど、生向けに聞いたら、うん、2、3年前からずっとそういう感じだよっていう風に言ってて、多分この5、6年間同じ問題がずっと繰り広げられてるというか、むしろ問題ではないと思ってるのね。ピラミッドがあって、優秀じゃない人が一番多くて、優秀な人の方がどんどん減っていくじゃない。で、一番この大きいところは低単価なわけだから、そのね構造はどう頑張ってもねなくならないのよ。この上に例えば打ち始め、いろんな教育サービスがあることによって、本来下にいた人が一人でも多く上側に行けるっていうのが教育サービスのあり方かなと思って、人それぞれの器というか、ありのままやっていたら一番下の層で低単価だったはずの人が教育サービスを受けることによってちょっとマシになる、真ん中のはずだった人がちょっと上に行けるっていう、全員が上に行けるっていう風に言い始めると、俺はそれは詐欺だと思ってるのね。映像界隈だったり老害界隈が良くないって言ってることをやることになると思うから、俺は逆にそうは言いたくないのよ。もう生まれ持った何かがあんのよ。東大に受かるやつはやっぱそこそこ頭いいし、早稲田に行くやつは早稲田に行くやつだし、マーチに行くやつはマーチに行くやつだし、ただ予備校に行くことによってマーチにしか行けなかった人が早慶に行けるかもしれないし、もともと頭良くて普通にスッて行ってたら早慶に行けたはずの人が予備校に行くことによって東大に行けるところまで到達できたとか、そういう話だと思ってるから、動画編集キャンプもそういう立ち位置でありたいなっていう、全員が東大に行けるよっていうふうには言いたくないなっていう印象だから、競争だから市場っていうのは、競争に負けた人は低単価になるっていう。青尾さん自身も最初低単価でやって、多分青尾さんの脳のスペックだったり、あと馬力だったりとか話聞くと、寝て起きてあー作業してまた寝てみたいな、そんな馬力があったから多分ガーって駆け上がってこれだと思うんですけど、そこまで効率が良くないだったりとか、ちょっと馬力が持ってない人はどうしたらいいですかね。だから焦らないことなんじゃない。俺他の人が1年間かけてやることを最初の1ヶ月とかでやったのよ。それって別に俺が能力高いだろうとかじゃなくて、普通に気合と根性で他の人が1年間かけて納品する本数を1ヶ月で納品してるから、だって1ヶ月目から18クライアント抱えてたからね。月に1クライアントずつ見つける人の18倍なわけじゃん。1年半分を1ヶ月でやってるよね、その計算で言うと。だから1秒でも早く結果が欲しい人たちはそれは超しんどくなるよ。だって密度がやばくなるから、そこは自分の体力とのバランス、体力とどれだけ焦るかというか、特にやっぱ Twitter とかでやってる動画編集者って頑張り屋さんが多いから、本来1年かかって得るような成果を初月から得たい、単価1万5000の案件欲しい、そこそこね実績積んだりとかしていかないと単価1万5000なんて出会えないし、俺でもやっぱ単価1万5000とかになってきたのって初めて半年とか、運が良かったらみんなねすぐ出会えるだろうけど、半年とかで俺は比較的運ない方だったから、本当に最初単価3000円とか2000円とかから始めて、こう時給2、300円じゃんみたいな、グオーってやってって、本当に一歩一歩2、3000円のクライアントからご飯誘われていって、クライアントのお友達の経営者とかがそのご飯の場にいたりとか、いない会社もあんのよ。10クライアントいたら紹介もらえるクライアントなんて1人いるかいないかみたいな、それも期待しすぎみたいな、3回ぐらい会食行って行ってもいねえじゃないかってなると思うんだけど、俺はもうめちゃくちゃ行って20回会食してやっと1件お仕事につながるみたいな、その時にもう頑張って頑張って交渉してやっと5000何件取れたみたいな、そこもまた一生懸命仕事してまた会食バーって行って6
6000何件になった、7000何件になったで、やっと1万円何件になりましたみたいな感じだったから、っていう話を俺は2週間でやったってだけの話なの。そんなね、2週間の密度の話じゃないから。ストックさんとかもね、俺は一番末端動画編集者から入って、もうとにかく頑張って仕事して、人間関係もとにかく頑張って、当時のストックさんの動画編集の統括の一番偉い人のところにどうにか会えないかなと思って、島根から東京にさ1週間ぐらい滞在して、1週間ひたすら SS でその人待つみたいな張り込みみたいな感じでとか、もう撮影の仕事が絶対あるはずだから、ストックさんのスタジオに行って、ストックさんの末端の編集やらせてもらってますみたいな、今日勉強したくてみたいな、そういうのもやってたんすね。そう、どうにかこうにか顔を覚えてもらってってなると、なんか案件を回すときにちょっと青瀬さんに発注してみるかみたいな、そこでとにかくいい仕事するっていう。ちょっと話ずれちゃうんですけど、そこまで青さんを突き動かしてたのは何がなんですか？俺の場合タイムリミットじゃない、タイムリミット医者になっちゃうと思ってたから極論2年間しか働けないと思ってたから、めちゃくちゃ頑張ってたけど、一般的にお医者さんで言うと収入も安定してあるしみたいなイメージがあって、うん、この先例えば職がないとかだったら焦る気がするんですけど、そっちの道もあるのにそこでめちゃめちゃ頑張れるというか、苦しいのを逃げないで頑張るみたいな、なんか他に性格とかもあると思うんだけど、俺の場合は奨学金を1000万借りてて、卒業するときに返したかったの。もうずっと奨学金背負いながら生きるのが嫌で。でも1000万貯金するためには税金とか考えて2000万ぐらい稼がないといけないじゃないっていう発想。やってるときはどんな気持ちでしたか？楽しかったですか？楽しかったよ。楽しかったかな。部活めっちゃ頑張ってるみたいな感じ。それは苦しいし辛いんだけど別に楽しいみたいな。だって野球部がランニングしてる瞬間って多分その瞬間は苦しいししんどいけど、後になって振り返れば青春だったなみたいな、その感覚に近いのと、あとやっぱ俺はスポーツもちゃんと頑張ってきたし、音楽も頑張ってきたし、勉強も頑張ってきたから、頑張ること慣れはしてるかもなって最近になって思った。中高生の頃って自分と同じ頑張る基準の人ばっかじゃん。大学もだけど、同じ受験を突破してきてる人だから、だから人間ってこんぐらい頑張るもんだよねっていう風に思ってたものが、こうやって教育サービスやってると医学部に来る人たち、自分と同じような家庭環境で育ってきた人たちの頑張ると、医学部に来るような感じじゃない普通の生活をしてきた人たちの頑張るの基準の差みたいなのはすごく感じたから、だからちょっと反省なんだけど、発信のし始めは結構俺誰でもいけるって言ってたの、本当に思ってたの。だって俺がいけたんだからっていう、みんな同じようにやれば、あ、そう4年前とかそういう感じだったんだけど、ちょっと違うかもって思い始めて、3年前ぐらいからはちょっとスタンスを変えたって感じかな。強いて言えば反省かな。別に俺も悪意があって言ってたわけじゃないんだけど、当時ってやっぱ俺もフォロワーが少なかったから、尖りも今より強かったから、頑張れる人しか俺のこと好きじゃなかったんだけど、今ちょっと有名になってきて、普通の人も俺のフォロワーになってきたから、それは普通の人に合わせた発信しなきゃいけないなっていう風に変えてって感じかな。だから俺の密度の15分の1とか16分の1に薄めて、こんなもんですよっていう風に話していかなきゃいけない。俺は動画編集で100万稼げたよ、だからあなたもっていうとずれるから、1年ぐらいかけて月収15万とかになってくるのがいいんじゃないみたいな。それはいるのよ、うちの生徒でも初月から15万稼げましたって人たくさんいるじゃない。目立ちますよね、しかもそう目立っちゃうの、はい、40万稼げましたとかいう人もいるし、一応青の案件獲得コンサルの卒業生にデータを取ると、半年後の月収平均がだいたい 2,30 万ぐらいな。それ普通にすごいっすよね、めちゃめちゃ。そうだからどっちも目立つんだよね、行ったやつも目立つし行かないやつも目立つの。だからギャスケ言うわけじゃん、手高でひどいって。だからあんまり答えになってないけど、結論お前次第だよみたいなそう話になってくるわけね。目立った実績とかで焦りすぎない方がいい、ね、焦りすぎない方がいい。それでパンクして挫折しちゃうぐらいだったら、確かに。そう期待しすぎない方がいいよ、普通に。生まれてきた環境がやっぱ違うから、育ってきた環境も二十歳までの段階でね、それこそ医学部に行ったりとか上智に行ったりとか東大とか早慶とかに行く人って、1日15時間頑張ることがそこまで苦じゃない。今頑張る時期だから、鬱になるレベルのことだと思うのね。そういうことを中高生の頃やってこなかった人たちって、1日15時間3ヶ月間頑張るかみたいな、うまくいった人たちの基準に合わせて自分もってなると、絶対体と心に負荷かかるから。学歴が全てじゃないけど、例えば野球部だったとか甲子園行ってたって人はそれ馬力あるだろうし、365日頑張れない人もいるわけじゃない。受験生の頃ってさ、1日も休みがないから、フリーランサーになった時に1日も休みがないことに対してそこまで違和感を感じなかったけど、そういうのをやってこなかった人にとっては、月30日のうち30日働くってことはとんでもないストレスなのかもしれないよね。確かに受験大きいかもしれないですよね。別に学歴がいいとかじゃなくて、受験はね24時間365日の戦いなわけじゃん。それに慣れてるストレス耐性度があるかとかはでかいかもしれないし、密度もそうだしね。1時間の密度もやっぱ戦ってきた人は1時間の密度濃いから、人それぞれ結果が出るまでのスピードに差は出るよね。俺の経験値とか肌感で言うと、100本ぐらい納品したら単価が1万円超えてきて、そこそこ美味しいなっていう、時給も1500円から2000円ぐらいになって、この仕事悪くないぞみたいな、そうになるイメージなの。じゃあ100本納品するのに2週間で生きるやつと、極論ね、2週間はさすがに無理だと思うけど、1年かかるやつはいるわけじゃん。3日に1本納品とかでもやっぱ1年かかるわけだよね。1年とかかかると思うんですけど、まだ美味しいと思えない状況が続くじゃないですか、多分最初のうちって。最初低単価とかで入ってやってる人たちはどういうマインドでいたらいいですか？いろんな考え方あると思うんだけど、プログラミングとかは1年間勉強するわけだよね。1円も入ってこないから。プログラミングスクールって動画編集スクールに比べると高いし、80万とかで1年間かかって1年後からやっと稼げるかもしれないみたいなのに比べたら、1円でも入ってるだけマシじゃねって俺は思ってた。それを強いるわけじゃないけど、どんな業界もそれ下積みはあるし、未経験者にいきなりお金を払うっていうのは本来変なことだから。俺は学生なのに映像制作系の300万とかかけて
専門学校行ったわけでもないし、就職経験もないのに3000ももらって申し訳ないなって思って納品してたのよ、最初の方は。そういう感じだったかな、俺はね。それぞれの納得の仕方はあると思う。いきなり稼ぐフェーズだって思っちゃうと辛いかもしれないですね。そう、変にね、動画編集稼げるっていう発信者が多すぎるんだよ。稼げるよ、稼げるんだけどめっちゃ大変だよっていう。稼げるようになるまでそれ当たり前に低単価とか割と初期の頃駆け出してやってる人たちがそこから徐々に単価上げていかなきゃいけないじゃないですか。最近だとよく営業部のこういう言い方がいいよとかいろいろあると思うんですけど、単価を上げていくというか稼いでいくにあたって何が本質なのみたいな。結論、人脈と実績なのね。営業部がどうこうっていうのも3年前からずっと言ってんのよ。営業部だーってプシュッつって、営業部変えても意味ねえなーってなって、落ちてくると営業部だーっていうやつが現れてみたいな。見てきた身としては営業部なんてマジで関係ないし、サンプル動画とかの質上げたところでマジで関係ないのよ。それでも見栄えでしかないから、本質的にはそいつがどれだけクライアントに対していい仕事してきたかっていうことから人は期待をするわけだよね。いや、サンプル動画をめちゃくちゃ高品質にするっていうのは確かにいいことなんだけど、サンプル動画だけだったら意味ないのよ。動画編集キャンプってサンプル動画そこまでめちゃくちゃ高品質にさせないじゃん。初心者が作るレベルの最高品質にするというか、サンプル動画を通してその人のクオリティを底上げするっていうのを動画編集キャンプ意識してるんだけど、青なんか見学もそれもね。他のスクールとかだとその人の実力を超えたサンプル動画を作らせて営業行かせて高単価取れましたみたいな。それって本質じゃないの。そいつに仕事振ったらそのクオリティ出せないから。だから青の案件獲得コンサルが長いサービスとして成立してんの。なんで売れ続けんのって、3年前からあるサービスって。それって特別なこと何もやってないの。実力の底上げ以上みたいな。その実力を伸ばすところが普通に市場にフィットしてる、クライアントが求めてるところにフィットしてるから、青の案件獲得コンサルは3年経ってもひたすら売り続けるサービスであると。青の案件獲得コンサル受けると成功してる動画編集者が多いわけよ、シンプルに。なんでかっていうと実力の底上げだったりとか、それを通して結構厳しくフィードバックするから、あ、こんだけやらないといけないんだみたいな基準値。普通にクライアントワーカーとしていい仕事をできる人間に育てるっていう、クライアントワーカーとしていい仕事をする、なるべくたくさんこなす。そうするとあいつに発注したらいいよって噂になる。もうそれだけ、本当にそれが人脈になってくっていう。そう、たくさん仕事してたらさ、いろんな人とつながってくわけだから、やっぱ発注する人が必要だし、実績によって人脈広がってくから、異文化交流会とか行くのも絶対 NG なの。仕事してたら勝手に人脈広がるの。人脈広がらないってことは仕事のクオリティ悪いの。いいやつ紹介したいし、だってこいついいぞってなったら紹介すんのよ。それはもう絶対そう、誰がどうやってもそうなの。日本のフリーランスのアンケート結果みたいな、結構公的機関に近い部分が出してるやつがあるんだけど、フリーランサーの収入の7割は紹介の案件なんだって。もう紹介なのよ、本当に。俺もちょっとパッとネットサーフィンしてる時に見たやつだから正確じゃなかったらごめんなんだけど、7割が紹介で2割がエージェントみたいな、1割営業みたいな。営業に頼らなきゃいけない時点で仕事ぶりおかしいんだよっていう感覚。俺も駆け出しの18件の営業以外ほぼ営業してないの。ちょこちょこ営業を頑張ろうとかチーム拡大しようってタイミングで営業アウトバウンド頑張った時期もあったんだけど、基本的にはその18クライアントから生まれた紹介だけでずっとやってんのね。自分も近くで見てて周りから声かかってむしろ大変だというか。そうそう、本来ね、俺も 3,4 年仕事してるから、 3,4 年仕事したらそうなるはずなのよ。声がかかって忙しいみたいな。サイレントユースでも1年間仕事してたらそうなるはずなの。動画編集以外も全部そうだよ。どのフリーランサーでも独立してフリーランサーとして活動し始めて1年経った時に声かかりまくってなかったら明らかにヤバいやつなのよ。現場感っていうか、フリーランスとして生活してる界隈、まとも界隈からすると紹介が来ないなんてのは劇的にヤバいの。初心者は紹介が来れてラッキーなことだと思うじゃん。来るのか来ないのか分かんないみたいな。実際違う、紹介が来んのよ絶対。だってみんな足りないんだもん。動画編集して足んないってめっちゃ言うから。紹介来ない人は信頼がなかったりとかってことですかね。満足されてないんじゃない。生きてたら動画編集者誰かいい人いないって、まあ、1日に 2,3 回は聞くもん。それは俺が動画編集系の人だからってのもあるんだけど、めっちゃ聞きます周りで、うん、いい人いないって言うじゃない。このオフィス内でもそんだけあるのよ。このオフィスだって動画編集キャンプができてからだから、おそらく動画編集歴1年未満の人ばっかだよ。だけど案件抱えすぎて誰かに振らなきゃっていう風になって、それ動画編集キャンプの卒業生だからそうだと思うんだけど、そうじゃない方がやばいから、とにかくいい仕事して紹介されると。で、紹介されたらさ、需要と供給のバランスで自分もういっぱいあるからちょっとこんだけ単価もらわないとやれないっすっていう風になるわけじゃん。それは需要が多くて供給1だから満たすためには上がるよね単価っていうだけの話なの。いや、低単価モデルって超簡単で、あなたに発注したいって思う人数増やそうよだけなの。絶対にそうなの。もう社会の勉強的に 100% そうなの。これだけは絶対変わらない。じゃあどうやったらあなたに発注したい人が増えますかって言ったら、営業分ですか、サンプル動画ですか。いや、それは本質じゃないと。あなたの仕事がいいという評判を作りましょう。それ絶対本質じゃん。で、あなたの仕事ぶりがいいっていう評判を作るために何したらいいのってなったら、仕事選ばずとりあえず仕事たくさんやったらばらまいたらっていう風な発想だよね。いや、最初は低単価で下積みしろっていう言葉にすると大会気質に見えるし、まるで初心者を騙すように見えるかもしれないけど、違うの。逆算していったら、え、じゃあ最初はとにかく自分のいい仕事ぶりをばらまいた方がお得じゃないみたいな。ってやったら、あいつの仕事ぶりいいぞって人たくさん増えるじゃんみたいな。たくさんいたら供給数1に対して需要が10だったら単価上がるし、供給数1に対して需要が100だったらもっと単価上がるじゃんっていう。俺はそういう考えなのね。だから何が悪いのか分からんみたいな。駆け出しの時に低単価で仕事別にいいよ。高単価でもいいよ別に。ラッキーで取れんのよ。動画編集キャンプの卒業生でも初めての案件1万円でしたっていう人いるのよ。でも俺それもったいないなと思って。だってお前の仕事ぶり1人にしか見せらんないよっていう。1万円の案件で1つで満足して
ちゃってこれだけでいいやってやってたら大丈夫みたいな、その案件切れたらお前のこと優秀だって思ってる人って1人2人しかないよみたいな。だけど最初2000円とか3000円でこんなんじゃ生活できねえよと思ってたくさん案件抱えてるやつって、そいつがいい仕事するって前提だけど、そいつのことをいい仕事するやつだって思ってる人はたくさんいるわけよ。だから1年後稼いでるのは絶対後者のやつなの。3年4年独立し教育業やってるからもう分かる、確実にそうなの。クライアント数をなるべく多く持ったやつが1年後絶対稼いでる。その理由はもうさっき言った中学校社会というか数学の証明というか、なんかもう論理的にそうじゃんって感じかな。そうやっていくしかないよね、高単価になるためには。動画配信に限った話じゃないと思うけどね、全部のビジネスそうだと思う。いい評判作る、人が殺到する、人が殺到するから単価が上がる、以上。全部のサービスそうだから全部そうなの。営業が利用となるみたいな。そうそう、どんなサービスも立ち上げ始めはクーポン配ったりとか無料キャンペーンとか、要は安く一回ばらまくよね、あれはいいぞってなって人が集まってきて、高くてもみんなが欲しがる。もうビジネスの基礎基本なんで、なんでお前だけそれ嫌がんだよみたいな。誰も使ったことないサービスめっちゃ高い、誰が使うねんって話じゃん。誰も買ったことがないものでいきなり単価高かったら最初の一人も現れないよね。とにかくいい評判を作るしかないよね。営業分とかじゃないし、サンプル動画でもなくて、いい評判を作るっていうのが一番大事。その姿勢というかマインド持っておくのはめっちゃ大事だなって思います。そうだね、変な発信者に惑わされないでほしいよね。自分でもなんだけど、俺以上に動画編集者の稼ぐロードマップを正しく描けてる人いない。でも他の人も悪いことやってるつもりはないと思うんだけど、正しくないなって思うの。視座浅いなみたいな。サンプル動画めちゃくちゃクオリティ高くしたら高単価案件取れます。ただ取れるけど、その後そいつがクライアントに仕事してどうなんのみたいな。絶対なんかこいつ思ってた以下だなみたいな。サンプル動画めっちゃ買ったから取ったけど実際仕事したら微妙だなみたいな。そういう例も腐ること見てきた発注してきて。多分俺ほど発注者じゃないのよ他の発信者って。動画編集教育を生業にしてるから、俺は受託がメインだから。動画編集の仕事たくさん受けてたくさん発注してきて、人が足んないから教育されちゃってるのよ。そこは全然違うから。どういう動画編集者が市場に求められてるのかっていう答えを知ってる。他の発信者予想だから。俺が欲しい人材育てたらだってね、俺とか俺の周りストックさん、サンエイト、あとルギアとか最近大きいよね。 YouTube の運用代行会社の日本で結構大きいところは結構知り合い。パンクシーとか多いけど、パンクシーも知り合いの知り合いみたいな感じで、結局動画編集者に発注する人が大体知り合いだし、友達だし、飲み友だから、こういう動画編集者欲しいよねっていうところに必ずマッチする。だからもう俺を信じればいいんじゃないと思って全員がうまくいくわけじゃないよ。だって教科書を教えたって全員100点取れないじゃん。それはなるべくね、俺らも頑張って100点取れるように育てていきたいけど、そんな文部科学省でも無理なわけよ。こんだけ中学校社会で需要と供給のバランスの話してんのに全然分かってないじゃん。そんなもんだなって思ってるし、だから売る前に言っときたい、そんなもんだよっていう。お前が俺らが教えたこと100点取れんだったら、それ稼げる、頑張れる、やればね。取れないやつもいるし、やれって言ったことやりきれないやつもいるし、そこに関してはあなたのせいですよと。それはさすがにやれって言ったことやってよ。で俺もやれって言ったことやれるように環境も用意する、予備校だからね。でもそれはね、予備校入っても宿題やりません、授業聞きませんって人は合格しません、授業の復習しないとか、授業受けた後ちゃんと問題集解くんだよってやつ解かないとか、そういうことをやられちゃった日にはそれは結果出ないよっていうだけの話。俺らはモチベーション高く頑張れる環境を用意して、一人でも多く宿題をねやらない人が減るとか、そういう状態まで持っていくっていうのが俺ら教育サービスやってる人たちのミッションだから、そこは俺らも頑張るし、でも生徒も頑張ってよ。簡単なんだよね、頑張らないと結果出ないと。はい、以上。俺らも頑張るし、お前も頑張れってイメージかな。頑張るは人それぞれ基準があるから、他の人の頑張るを見て焦りすぎないでっていう。同じ量をこなすのに1年かかる人もいれば1ヶ月行く人もいれば、でもその量を正しくやれば絶対行くからっていう感じかな。だって俺めっちゃ頑張ってますっていう人話聞いたら、お前2日に1本しか納品してないじゃんってなる時あるもん。寝てないんすよとか言っててさ、これ手動かすの遅すぎだろみたいな。それもその人の基礎脳みそスペックがそうなんだから、それは時間かかっちゃう。ククの暗記カードの時点から差があるから、それはもう今更どうにかなんねえから、基礎のタイピングが遅いとか、その手の話からもう1ヶ月かかる人と3ヶ月かかる人とみたいないるわけよ。だって寿司打のスピードで早い人と遅い人で絶対10倍ぐらい差あるじゃん。だったら10ヶ月で結果出るのが、寿司打のスピードを速い人は1ヶ月で結果出るわけだよね、極論だけど。その手の話かなって。とにかく俺らは偏差値30の人は放っといたら30だけど、うちのサービス受けたら40、40の人はうちのサービス受けたら45、50みたいな感じで、その人の持ってるポテンシャルを最大限引き上げるとか、その人が到達するまでにかかる時間をなるべく短くしてあげる。要は同じ100っていう量やりにしても、正しくない100をやったら時間かかっちゃうから、正しい100をやったら成果が出ると。で100をやるには人それぞれ個人差があるっていうイメージです。ありがとうございます。はい、じゃあそんなわけで、動画編集で稼げるのは他のものに比べれば簡単だけど、それは努力は必ず必要だと。だけど努力の方向性を間違えたら、努力しても全然結果が出ないので、正しい方向で努力する、正しい量を正しいペースでっていうのが一番大事なんですね。じゃあ何が正しいのか、量、ペース、方向、これらが正しいことが一番重要なんだけど、何が正しいのかっていうことを僕らはいろいろ用意していると。それは今から宣伝する3つのことをやったら手に入ります。3つのことです。今から宣伝する3つのことをやったら何が正しいのかってことを分かる。あとは皆さんはそれを実行しきるだけです。正しいことを知らずに行動するってのは非常にもったいないので、皆さんね、今から流れる宣伝で言っているやるべき3つのことを必ずやってからこの動画を閉じてください。この動画を見てね、動画編集に興味を持った皆さんはですね、概要欄から僕の公式 LINE を登録してみてください。稼げる動画
画編集したと稼げない動画編集の違い、動画編集のパソコンの選び方、動画編集のソフトの選び方、最初の1年の稼げた月5万に達する方、月20万に達する方、月50万に達する方、月100万に達する方法を無料でプレゼントしています。これ無料なんですね。なんと無料なんですよ。なんで無料なのに皆さん取りに行かないのって思っちゃうぐらい本当にめちゃくちゃいい情報を発信してるんで、ぜひ皆さん受け取ってください。無料の情報を受け取らない人って本当に何なんですかね、なんでって思うんで、皆さんぜひ登録してみてください。登録したらですね、毎日毎日その後もプレゼントだけじゃなくてメルマガが届くんで、毎日読むようにしてみていただければ幸いです。でもう一個ね、公式 LINE があります。それが動画編集キャンプの公式 LINE です。こちらはですね、説明会を毎月やってます。動画編集キャンプは何かっていうと、土日2日で動画編集スキルを身につける超短期のスパルタスクールなんですね。全国の校舎に土日2日だけ来てくれれば、月曜日から現場レベルの編集者になれるというオフラインのサービスです。短期間で動画編集スキルを身につけた方はぜひ検討してみてください。概要欄にあるねリンクから説明会の情報を受け取ってください。これが2つ目の公式 LINE、 青、動画編集キャンプ主催の LINE ですね。青の公式 LINE と動画編集キャンプ主催の公式 LINE、 この2つを登録するとなんとこんだけのものがもらえます。ドドンと、すごくない？2つとも登録してない皆さん、2つとも登録するのが大事。青の公式 LINE は毎日毎日有益な情報が発信されるよと、動画編集キャンプの LINE は動画編集キャンプの説明会の案内が受け取れるよっていう感じなんで、そういう感じで使い分けてもらえると幸いです。あとですね、もう1300人以上の人が案件を獲得している青の案件獲得コンサルというサービスがあります。こちらはですね、動画編集スキルを身につけたけど仕事が取れないとか、動画編集スキルはなんとなく無料情報に触れたけどがっちりしたスキルになっていないとか、そういった方に向けたオンラインのサービスです。ちょっと動画編集触ったことあるかなっていう人が8案件を獲得するまで10日でいけるよと、僕らの指示に全部従ってくれれば10日後に現場レベルの動画編集スキルに切り替わって営業方法が分かってしまう、だから案件が取れてしまうと、そういったサービスになっております。こちらもめちゃくちゃ好評なんで、ぜひ概要欄から販売ページ申し込みページをチェックしてみてください。だから皆さんチェックすべきは青の公式 LINE、 動画編集キャンプ主催の LINE、 こちら2つを登録した上で案件獲得スクールのページを見てみると、俺どれが合うのかなというふうに見ていただいて、どれか申し込んでいただけたら幸いです。というわけで今回もありがとうございました。いいなと思ったらグッドボタン、悪いなと思ったらバッドボタンよろしくお願いします。勉強になったなとか、これどうなのっていうふうに疑問に思ったことはぜひコメント欄にアウトプットしてください。めちゃくちゃ嬉しいです。その中で今回は以上です。ありがとうございました。